こんにちは、クリスティーナです。会議です。皆さん分からないことがあったらネットで検索しますよね。私はするんですよ、 Google でね、検索するんですよ。例えばさ、なんだろうな、一日換気は何回するべきかとか、そういうくだらないことね。別にそれは検索してないから答えは知らんけど、気になった人は自分でググってみてください。お肉をね、冷凍したかったので、日本に帰るから冷凍するか使った方がいいのかっていうのを判断するために、私はGoogleに聞いてみたんです。ドイツ語で、最初ドイツ語で検索しました。お肉、もうここに書いたから、こうやってドイツ、私が言うのはあれよ、いろんなサイトがあっていろんなページに飛んだらいろんな情報が載ってるから、もうまちまちないろんな情報が出てくるのは分かってるんだけど、それは分かった上で、一番上に出てきた情報がドイツの、ドイツ語で検索した時、豚と牛でまず分かれてました。肉って調べたの、ドイツ語で Wie lange kann ich Fleisch einfrieren? って聞いたの。そしたら豚8ヶ月、牛12ヶ月。あ、へえ、1年も牛は冷凍できるんだ。豚は8ヶ月か。あ、じゃあ余裕だなって思って。でもなんか長いな。なんか日本の食材の長持ちする方法みたいなの見た時にもっと短かった気するなと思って、日本語でも検索しました。1ヶ月って出ました。え？1年じゃなくて1ヶ月 ?8 ヶ月って、さっき豚は8ヶ月で12ヶ月がギュってなってたのに、肉の一くくりで1ヶ月、なんならひき肉は、なんだっけ、ちょっと忘れた、ひき肉はもっと2週間とかかなって書いてあった。続きます。野菜、6ヶ月から12ヶ月とドイツのグーグルさん、とドイツのグーグルは言ってました。日本1週間。あ、え、野菜の種類にもよるんだろうけどさ、何、1週間とマックス12ヶ月って1年だからね。ちょっと食から離れようと。次に調べたのが、ベッドのシーツって変える頻度、ぶっちゃけどれぐらいが最適っていうのをドイツ語で調べました。2週間から3週間に1回。ちょっと長いかなみたいな。まあでもぶっちゃけそれぐらい。何も言わないとこ。日本週1。まあ、それは許容範囲内だし、あと気候もね違うし、日本の方が湿気があるから、ドイツの方が乾燥してるから、日本の方が夏は暑いから汗かくしとか、まあいろいろそういうのもねあったりするのかもしれません。靴ってどうなんだろうと思って、これね面白かったのが、靴ってどれぐらいで買えるって期間で来ると思ってたの。1年で買えましょうとか、ワンシーズン、そのなんていうの、ブーツとかだったらさ冬にしか履かないじゃん、夏は履かないから、2シーズン履いたら買えましょうとか、新調しましょうみたいなのが出てくると思ってたんだけど、もちろんあの靴のさ種類によっても違うんだけど、どっちも運動靴っていうカテゴリーで出てくれたので、私は靴としか入れてないんだけど、ドイツ800km、どれぐらい分からんけど、とりあえず 800km だそうです。靴にさトラッキングついてるわけじゃないんだからさ、あの、あ、もう 700km 歩いたからあと 100km だなとはならんじゃん。
もっと分かりやすくしてくれよと思ったけどね、まあ、とりあえず 800km とドイツの Google はおっしゃってました。まあ、Google が言ってるわけじゃないけどね、 Google に載ってるサイトの何かしらがそういうふうに言ってて、日本ここまでね全部短いから、日本のより、ドイツの答えより日本の方が短いから300かな500かなって思ったら1500から 200km、 おい崩してくんなよっていうね なんなんほんと。そしてもう一個だけ、私最近すごく前々から欲しかったドクターマーチンを買ったんですね。持ってるドクターマーチンは多分ね 800km 以上歩いてるんですよ、知らんけど。でももう買い替え時ではあるんですね。でもまだ履き続けたいとは思うし、しかもなんかああいうさ革のブーツってさ、なんか長年履いて育てていくみたいな感じだから、捨てる気はさらさらございませんが、新しいのが欲しいなって思って、あ、これ可愛いなってもう結構何ヶ月も前から思ってたやつを買いました。で今日履いたんだけど、めちゃくちゃ硬いわけですよ。もうね、歩き出して、あ、これやばいかも、でもいけるかなと思って引き返さなかったことを後悔するぐらいに痛かった、本当にマジで。ドクターマーチン履き下ろしっていうの その初めて履く時は遠出しちゃダメ、遠出ではないけど会社に行くとか一日中それを履くっていう想定はしちゃダメ、マジで痛い、泣きそうだった。もう絆創膏を貼りまくって、なんかティッシュ詰めたり、ちょっと何ティッシュ湿らせてさ、かかとのさ靴下のとこ入れて 布、なんかもういらない布をさ、なんか見つけてそれを挟んだりして、一日どうにか乗り越えました。これどれぐらいかかるのかなって思ったの、履き慣らすまでね。どれぐらい履いたら慣れてくるもんなのかなって、いろいろ今 YouTube とかでもさ、ケアする方法みたいな感じでいろんな情報が出てくるわけよ。お風呂に、その履いた状態でお風呂に浸かりましょう シャワーを浴びながら靴を履きましょう、要するにそのあったかいお湯を履いた状態で当てましょうみたいな。でもこれやっちゃダメらしいです、やっちゃダメらしいよ。で、まあ、結局そのなんだっけな、ミンク油っていうの、ミンクの油、まあ、なんか靴用の油があって、それを温めた、ドライヤーとかで5、6分温めたブーツに塗って染み込ませて、まあ、ちょっとマッサージして染み込ませる感じにして、汚れてもいい靴下、まあ、黒い靴下とかを履いて、それで履いて慣らしていきましょうっていう動画を見たのね。へえと思って。でもどれぐらいで痛くなくなるのかなっていうのを普通に検索したの、文字で YouTube とかじゃなくて日本語で検索したら、1日から2日って書いてあったの。あ、なんだ、じゃあ今日我慢してちょっと明日は靴ずれ痛すぎるから、なんかもう1回だけ週末に1回履いたらいけるかなって思ってたのね。でも待てよと、このお肉とか野菜とかを調べたら全然違ったから、ドイツ語でも一回調べてみようと思って、2、3週間ねえ、もうそんなにない、日本にいる、2、3週間後はっていう、だから日本を信じたいと思うんですけど、何が言いたいかって怖くない？何なのこの違い この違い本当何？そのお肉とかに関してはさ、別に冷凍ってさ、温度、冷蔵庫って多分冷凍庫も、温度変えれる冷凍庫がほとんどだと思うからさ、何度以下だったらとかっていう説明もなく、冷凍保存の期間が1ヶ月か1年か。どうしろっつうの。まあ冷凍するんだけどね。結局ね、
これでね、分かったことは一つある。信じるのは自分だけでいい。もう自分の感覚を信じればいいんだよ。ネットに載ってるものが全て真実なわけじゃない。それが伝えたかった。で、日本語でね、いろいろ検索してみんな日頃過ごしてるかもしれないけど、その言語変えてみたら真実はひっくり返るかもしれません。コナンが見たいんですよ。だからこんなね、真実はとか言っちゃった。ごめんなさい。でもほんとびっくりしたの、マジで。普通にふざけないで言ったとしても、だってだいぶ違くない？日本の方が新鮮なまんま食べましょうっていうマインドなのか、もうちょっと深掘りしていけばその差が何なのかが分かりそうな気もするけど、まあ面白いかもしれんけど、別にそこまでね、探求するつもりはないです。その面白くね、違うんだけど何を信じる？みたいな、あなた次第ですってやつよ、本当に。マジで。英語でも調べたら違うのが出てくるから、ちょっとまだやってないけど、それも面白いですね。How long can I freeze meat? って検索してみたいと思います。答えはこちら。い。以上。会議終わりです。結論としては自分のことを信じろっていうことでした。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。 どういうチャンネル？あれだ、うち見てないけど、コンフィデンスマンみたいだね。真実が一つとは限らないし、みたいな。見てないけど。じゃあね。バイバイ。